E モテは、M2 が開発した、イラストを立体的にアニメーションにさせる技術、及び開発ツールの名称である。なお、名称は、エモーショナルモーションテクノロジーの略。キャラクターの立ち絵で、表情やポーズなどのアニメーションを簡単に作成することができる。例えば表情をアニメーションにさせる場合、通常は口パク、目パチ、眉毛など様々な差分パターン画像を用意しなければ、 ならないが、いいモテでは目、口、眉などの各パーツを変形させてパターンを作るため少ない画像素材で簡単にアニメーションが作成できる。各パーツについて物理挙動、風や角度の影響、変形繊維、円形クランプなど様々な設定が可能。また、男子正面、女子正面などのテンプレートがあらかじめ用意されており、 立ち会画像をそのテンプレートに当てはめることで、すぐに立体的なアニメーションとして動かすことができる。M2 では以前からアクションゲームのキャラクターやユーザーインターフェースの制作ツールを社内で開発していた。コントラリバースやドラキュラ伝説リバースの開発で使用したモーションエディターをベースにアドベンチャーゲームのキャラクターを動かすことに特化した。 技術としていいモテが開発された。開発のきっかけは、ウィンドミルからの動く立ち絵についての相談で、2012年11月30日に発売されたウィッチズガーデンで正式に導入された。ウィッチズガーデン開発時には、まだいいモテ用の UI ツールがなく、元々のモーションエディターを使って開発していたが、そのままでは複雑で操作が難しいため、 キャラクター作成に必要な機能だけを搭載した専用ツール E-MOTE l i が開発された。なお E-MOTE の技術には雪などの背景パーティクルを動かす機能もあるが、これらの背景テンプレートについては今後 E-MOTE l i に組み込まれる予定。ありがとうございます。